多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優が最速最短で年商30億店舗数30兆を実現する実証されたノウハウをコンセプトに、のれん分け制度構築、FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など、飲食店、整体院、美容院などの様々な店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第54回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高木さん、はい、今日も頑張っていきましょう。はい、お願いします。はい、本日のテーマはこちらとなっております。パーソナルトレーニングジムを経営しています。最近新しい業態を開発したところ、業績好調で FC 加盟したいという方が現れました。立ち上げて間もない業態を FC 展開する際のポイントを教えてくださいということなんですけども、たくさん、これちょっとパーソナルトレーニングジムが新しい業態を開発したって、これどういうことなんですかね。はい、従来展開していた、はい、いや、そのパーソナルトレーニングとまた違った、はい、あのビジネスモデルを作ったんじゃないですか。ああ、じゃあ違う業態ってことですか。パーソナルジムじゃない何かっていうか、例えば今はその男女を両方とも対応するパーソナルトレーニングジムやってるけど、今度は新しい業態として女性専用のこうパーソナルトレーニングジム始めたとか、あ、まあ、もしかしたら違うビジネスなのかもしれないですけど、はい、まあ、今までとは違う業態を作ったってことですね。あ、そういうことですね。 ありがとうございます。これはやっぱ本部としては嬉しい話なんじゃないですか。これは、いや、いい話ですよね。はい、これはどこら辺にお気をつけていったらいいんですか。これは2店舗目ってことですよね。2つ目のだから業態っていうことですよね。そうですよね。で、フランチャイズっていうと、はい、これ一般論で言うとですね、はいはい、フランチャイズ展開する際には、あの、立ち上げて間もない業態っていうのは、はい、もしかしたらその今たまたまこうブームが来ていて、はい、当たってる可能性とかってあるじゃないですか。あ、はい、もしくはこれ開発したばっかりっていうんで、まあ1店舗だけしかないんだと思うんですけど、はいはい、たまたまその立地条件とこうドンピシャでその業態が合っていて、はい、流行っているだけで、はい、こう違う立地に出店したらもう全然流行らないかもしれないじゃないですか。可能性ありますね、それはね。そうで、この状態っていうのを成功の再現性がないっていうふうに言うんですよね。ほうほう。要はこういう風にやったらこれぐらいの結果が出ますよっていうのがまだその証明しきれてない状態。あ、はい、で、新しい業態っていうのはやっぱりその成功の再現性っていうのはこう低くなってしまうんですよね。はい、従来のフランチャイズの考え方だと一般的には例えばその新業態作ったらまず2年ぐらいは展開してみて、はい、でその2年間の中で3店舗ぐらい違う立地で試してみて、はい、同じぐらいのこう結果が出るかどうかを検証してフランチャイズ展開しましょうってこう言われてるんですよ。あ、普通のレギュラー的な感じでそんな感じで進めていくんですか。そうそう、2年間の運営実績で3店舗展開するっていうのが、まあ、どんなそのフランチャイズの本にも大体書いてあるルールなんですよね。あ、そうなんですか。そうで、おそらく、まあ、それを多分知って、でまあ、作ったばっかりだから、はい、いや果たして加盟者現れたけどこれやっていいもんだろうかってちょっとこう悩んでんじゃないかなと思うんですよ。ああ、なるほど。本部としてもこのまま進んでいっていいのかちょっと不明なところもあってみたいな。そうそう、なるほど。この辺どこら辺を注意していったらいいんですか。こうやってそういう葛藤もあるじゃないですか、やっぱり本部としても。でもやっぱり事業展開していきたいって思いもあるじゃないですか。はい、はい、どうしたらいいんですかね。で、まあ私個人の考えで言うと、はい、その確かに、そのフランチャイズ展開する以上、こう成功の再現性って高め続けていかないと、はい、加盟者を不幸にする可能性ってあるじゃないですか。はい。だからそれは、あの、確かに必要なんですよね。はい。だけど、こう、とはいえ今の時代って、こう今流行ってるものが、例えば3年後とか5年後とかになると、
もう経営環境が結構変わってしまって、2年間とかこう待ってると、その間にこうビジネスチャンスをこう逃してしまうような時代にもなってきてるじゃないですか。ああ、そうですね。だからなかなかやはりこう企業の事情というか、企業の側から考えると、そんなにね、そこの再現性の確保に時間を使えないよっていうところって確かにあると思うんですよね。ああ、はい。で、今はまあその環境変化が早い時代ですから、だからその2年3店舗展開っていうのに必ずしも私はこだわる必要はないかなと思うんですね。はい。で、ただその場合っていうのは、その2年間経営して3店舗展開してるケースと、まだ例えば立ち上げて半年間で1店舗しかやってないっていうと、加盟者のリスクってやっぱり後者の方が高いじゃないですか。ああ、そうですね。ちょっと不安ですもんね、加盟するのに。そう。だから、あそこに対して、その再現性がまだしっかりと確認できてないっていうことをちゃんと説明したりだとかですね。で、そのリスクを十分に認識してもらった上で、まあ、そういう本部だと、まあ、加盟者も全部教えてもらうっていうよりは、はい、で本部と一緒にその新しい業態を作っていこうみたいな気概のある人じゃないと、もしかしたら難しいかもしれないじゃないですか。はい。だからその説明をして、まあ相手もそういう、それをね、踏まえて、こう、それでも加盟してくれるかどうかっていうのを確かめた方がいいんじゃないですかね。あ、本部としてはそこら辺は正直に、ちょっとまだまだ自信はないんだけれども、ちょっと一緒に頑張っていきましょうよぐらいな加盟者にこう説明していくところが結構大事になっていくっていうか。そうですね。まあ自信なかったらダメなんですけど、多分これ自信はあると思うんですよ。ああ、そうですね。でも、客観的にはそれを証明できないじゃないですか。そうですね。だってまだ1店舗しかないんで。はい。で、そこを隠そうとすると、良くないわけですよ。ああ、はい。だからそういうネガティブな情報こそ、を開示をして、それでもやりたいって言ってくれるかどうかですよね。ああ、俺の本部についてこれるかみたいなところをちょっと確かめながら、こう、進んでいくみたいな。うん、そうですね。はあ、なるほど。これ、一個質問したいんですけども、まあ、FC 加盟したいっていう、まあ、最初の加盟者の思いもあるじゃないですか。はい、直営店として従業員さんとして雇用するみたいな選択肢を考えられないですかね、こういう2店舗目3店舗目のこういう業態の時って。こういう FC 加盟の方がいいんですか、こう進め方としては。直営店として、いや、相手が、はい、相手が個人だったら、はい、それは一回従業員さんとして働いてもらって、そののれん分けみたいなスタイルで、フランチャイズ加盟してもらうっていう方法もありますよね。はい。でも相手が法人の場合ってね、働いてもらうわけにいかないじゃないですか。ああ、そういうパターンがあるんですね。だから、まあそういう時によく用いられる手法っていうのが最近あって。はい。で、それは最近だと、こう、トライアル加盟とか。ほう。もしくは、こう、ゼロ時募集とかってよく言われるケースがあるんですけどね。ちょっと詳しく教えてもらっていいですか？そのトライアル加盟とゼロ時募集ってちょっと初めて聞きました。まあトライアル加盟とかゼロ時募集って基本的には同じことを言ってるんですけど。はい。これどういうものかっていうと、だからまだリリースしたばっかりのフランチャイズ本部とか、はい、もしくはこの成功の再現性が確認できてないフランチャイズ本部っていうのがあるわけじゃないですか。はい。で、そういう本部っていうのは、加盟店こう募集開始しましたって出したとしても、はい、実績もないし、で、そもそもまだそれが成功の再現性も確認できてないので、はい、加盟希望者から見たらちょっとリスクあるわけじゃないですか。ああ、そうですね。で、だから普通に加盟してくれないわけですよ。はい。なんで、で、うちはまだそういった部分にリスクがありますっていうことを前提にして、ほう、だそのリスクをちゃんとこう踏まえて、加盟してくださって、はい、で、一緒に、その本部のビジネスモデルっていうのを検証して、はい、まあフランチャイズシステムをだから共に作っていってくれる加盟店さんを募集するようなイメージですよね。へえ、あ、そういうのあるんですね。そう。で、その代わり、はい、例えば加盟金は正式リリース後には、じゃあ300万円もらうけど、はい、トライアル加盟とかゼロ時募集の段階では、はい、リスクを負ってもらうんで、ほうほう、その加盟金を、じゃあ例えば半分の150万円にしますとか、はい、加盟者がリスクを取ってくれる分、そこは本部も、まあ、インセンティブを提供して、ほう、で、加盟希望者をこう限定して、例えばこう3社限定とかですね、はい、にして、まあ、テストをする。ほうほうほう。これがいわゆるトライアル加盟とかゼロ時募集っていう考え方なんですよ。ああ、なるほど。それ面白いですね。その法人としてこう加盟する方も、まあある程度そのリスクヘッジしながら一緒に加盟 FC をこう育てていくみたいな、
お互いに協力し合える体制というかね、とてもいいですね。そうで、しかも得点があるわけじゃないですか。だからそのリスクを背負って入る分、ね、その加盟金が低いとか、はい、その得点があればそのリスクも取りやすいですよね。ああ、そうですね。リスクがある分リターンも大きくなるじゃないですか、成功したら。はい。だからそういう意味では、まあその普通のね、フランチャイズ、もう成功の再現性が確認できてるフランチャイズ本部に加盟したいっていう人はそもそもそういうとこ選ばないですし、はい。でも多少ね、リスクを負ってでも、初期段階からその本部と一緒に作って関係性作っていきたいみたいな人は惹かれますよね。ああ、そうですね。だ結構ね、このトライアル加盟とかゼロ時募集って、まあ最近増えてきてますよね。ああ、そうなんですね。はい。失敗を繰り返しながら、こう一緒に FC を安定としたものとして、で、事業展開していく上では結構重要な感じとして僕は感じましたね、今聞いてて。そう。だからまあ、冒頭にお話ししたんですけど、こう、環境変化が早くなってきてるんで、はい。その理想で言えば、なんでこう2年以上、3店舗以上の体制を作った上でやりたいわけですよ。はい。だけど、もうそれをやってる時間がもう今ないわけですよね。そうですね。それをいかに短期間でやっていくかっていう話になるわけじゃないですか。そうですね。はい、そうすると、もうそこに加盟店さんも巻き込んで、はい。で、十分にだからそこはね、理解してもらった上で入ってきてもらって、だから一緒に作っていくっていうのは、はい、まあ時代に合ってますよね。ああ、そうですね。なるほど。ありがとうございます。もう一個質問したいんですけども、はい。先ほど高木さんがおっしゃってた経営の成功の再現性。要はそのうちの本部としてこれが成功の強みなんだっていうのを、まあ、加盟者に対してこう伝えていくっていうのが仕事だと思うんですけども、はい、そこら辺の自分たちの経営の成功の再現性っていうのを確固としたものとしてやっぱ初めの段階の本部としてもやっぱ作り上げていきたいじゃないですか、はい、そこら辺はどのようにしてやっていくべきなんですかね。だから今1店舗あるとして、はい、そこは成功してるわけじゃないですか、はい、でなんでそれをが成功してるのかっていうその成功要因をはい、洗い出すわけですよ。そうですね。はい。ただ、1店舗しかないから、もう分かんないですよね。その共通する点とか。はい。だから考え方としては、はい。例えば、その成功要因っていう考えでいくと、まあ、重要な要素として立地があるじゃないですか。はい。で、じゃあ今成功してるお店っていうのは、これぐらいの商圏があって、はい。でそこに、まあ、ターゲットの人口がこれぐらいいますみたいな情報があるとするじゃないですか。はい。そしたら一つ、その、今度違う店舗を出すときに、そのターゲット人口がこれぐらい、証券内にいる立地じゃないと、これぐらい売り上げが立たないかもしれないっていう、まあ仮説が立つじゃないですか。そうですね。だそういったものをこう洗い出していって、で、2店舗目で実験するわけですよ。おー。その仮説に合った店舗の立地ってのを選ぶわけですよね。はい。で、実際やってみて、で1号店と同じ想定通りの実績が出たら、はい、これは実験成功じゃないですか。ああ確かにそうですね。仮説を立ててそれを検証するというか。そうでそれをもう1店舗ぐらいやるわけですよ。ああそれはゼロ時募集っていう形でやっていくみたいな感じですか。だゼロ時募集の場合はそれを加盟店さんに協力してもらってやるわけじゃないですか。ああそうかそうか、検証してもらうって感じですね。そうでも本来は直営店を3店舗やってフランチャイズ展開するっていう時には、はい、それを本部が店舗を作って検証して、はい、最低3店舗ぐらいでこう検証して、はい、あこれが成功の条件なんだなっていうのは少なくとも特定しないといけない。ああはい、まあ、3店舗でも全然足りないんですよね。うん、あそうなんですね。だから最低ラインとしてだから3店舗なわけですよ。はい、そこを加盟店の方に協力してやってもらう。でこれをそういう説明せずに何も言わずに加盟店さんに入ってきてもらって、はい、本部がこっそりテストしてたらこれ嫌な感じじゃないですか。いやそうですね、お前らは成功するつもりで加盟させたんじゃないのかいみたいな。そうそうそう、だから言いましょうってことですよ先に。あなるほど、先に言って、はい、納得してもらって、はい、でその代わりにあなたにも得なことがあるよって言って、はい、でウィンウィンの関係にしてこう入るわけですよ。ああなるほど、あのそれは結構画期的というか、やっぱ加盟者と本部の安心につながるようなね FC の進め方ですね。そしたらはそうそうそう、だから今回みたいなもう FC 加盟したいっていう方が現れて、はい、でも本部としては立ち上げて間もないから、はい、まあ、ちょっと不安もあるわけじゃないですか。そうですね、だからまずそのことをちゃんとお話しする必要がありますよね。あなるほど、ありがとうございます。もう結構時間が近づいてきたんですけども、はいはい、上信パートナーズさんの方で、そのような、まあ、本部がもう結構成功してきて、次2店舗目3店舗出す時の、まあ、仮説とか検証、まあ、マーケティングのところのサポートとかもされるんですか？
あ、そうですね。だからその本部の状況に応じて、まあそもそもね、どんなフランチャイズ展開の進め方がいいのか。はい。うちは基本的に小さく始めるスタイルを推奨してるんで、はい。ちゃんとその本部の方針とか理念とか、あとはだからもう抱えているリスクですよね。はい。そういったものを全部共有をして、はい。それでもやりたいですって、だこっちからお願いしなくても、あの向こうがやりたいって言ってくれる方と一緒にフランチャイズ展開していくっていう姿がまあ理想だと考えてるんですよね。おお。だそういうあり方を、あのご提案をさせていただいているんで、まあそういった進め方を、まあアドバイスなんかもさせていただいてますね。なるほど。ぜひとも上信パートナーズさんに詳しく聞きたい方はね、個別相談もね、やられてるんですよね。はい。あの、初回は無料で受けたまっておりますので。ありがとうございます。概要欄にもリンク貼っておりますので、ぜひとも、あの、リスナーさん、ご興味ある方はクリックしていただけたらと思います。はい。本日は、立ち上げて間もない業態を FC 展開する際のポイントについてお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。